った終わった。ボディーガード任務っていうから何かと思えば。まさか人間じゃなくてペットの護衛だったなんてね。それより飯食いに行こうぜ。どっか行きたいとこあるか？ボルトの行きたいところでいいよ。んじゃ雷バーガーな。第7班のルーキー様がお通りだ。任務達成率 100% だって。気に障ったなら悪かったよ。俺たちただの下人のひがみだ。俺もほかげ様の息子だったらな。理解できないね。いつもいつも父ちゃんを基準にしか見られねえのがムカつくだけだよ。ちょっと気分じゃねえわ。何がほかげ様だ。あん時だって誕生日おめでとうボルト。サンキュー桜おばさん。いや、あんた意外と馴染んでるね。あ、はい、お兄ちゃんのケーキだよ。おお、ありがとな、ひまわり。今日はナルトは？もうすぐ帰ってこられるって。女親父帰ってこようが来なかろうがどっちでもいい。お父さん帰ってこないね。ボルト、案の定だぜ。あのクソ親父、最初から期待なんかしてなかったけどな。ほら、ほかげ様だからさ。遅いね、お兄ちゃん。そうね。ああ、すまね。ナルト君大丈夫？ええ、あいつに、あいつの好きなゲームとか俺にはよくわかんねえけど。二人とも相手のことを思い合っているはずなのに。ただいま。おかえり、お兄ちゃん。あのね、私の誕生日。ひま、別にいいじゃねえかよ。あんなバカ親父いなくたって、俺と母ちゃんでお祝いしてやるからさ。ねえお兄ちゃん、私の誕生日にもパパいないのかな。そんなことねえ。そんなこと許さねえ。お兄ちゃん本当？ああ、安心しろ。ここんとこ前以上に家に帰れてねえんだ。こないだボルトの誕生日だったんだろ。あいつには悪いことしちまった。でも今の俺はほかげだ。ボルト、サラダ、ミツキ、先に行っててくれ。ナルト、先に行っとくぞ。ちゃんと謝ってなかった。ほかげ様のお仕事でクソ忙しかったんだろ。その代わりひまわりの時は絶対帰ってこいよ。だから約束しろ、絶対帰ってくるってな。ああ、分かった。こと男の約束だからな。